こちらに来たらどう？契約する前にお話ししておきたいし。それでミエルの言う通り、契約に来たのだが、お前の契約に必要な帝オーラはどれほどだ？そうだね、私はなんたって、レイアポストールの序列4に、安くはないわよ。だいたい100万オーラくらいあったら考えなくもないけど。絶対に無理じゃん。ネル、どうするつもりだよ。高いな、もう少し安くしろ。1000オーラくらいに。私の存在価値安すぎ。5本。私、レイアポストールのメンバーだよ。知っている、私からも紹介したし、お前からの紹介も聞いた。記憶力皆無の主様でもさすがに覚える。なら、なんで100万オーラが1000オーラになるの？見える、わかるだろう。今このご主人が100万オーラも用意できると思うか。いや、無理なのは承知してたけど、でもだからって安くしろはちょっと。仕方ない、それほど言うのなら私もどうしようもない。つら。今の帝オーラ結晶。レイナシオン、に頼んで数個ほど作ってもらったのだ。あの精霊たちもお前たちの命令は聞かないが、ヘブンズハート、の命令には忠実だからな。つら。その大きさだと、1個に大体10万オーラ分の価値はあるよ。ほうほう、さすがはミエル、見る目があるな。中古、契約してくれたら渡してもよいぞ。むしろお釣りが来る、どうだ。本当はダメなんだけど、でもちゃんと払ってくれるなら。ああ、とりあえずこの続きは話の輪に入れない我がぼっち主様に言ってくれ。話はそれからだ。わかった、話進めてきます。ねえ、主様、聞いたと思うけど一応代用品で話が進そうだから先に契約しましょう。いいの、見える。うん、早く早く。はい、これで契約したよ。これからは自由に私を召喚したりできるからね。見えるはどんな？ちょっとごめんね、今急いでいるから。慌ただしい子だな。大丈夫かな？ねえねえ、契約したよ。対価をちょうだい。ふふ、欲しがりさんね。仕方ないわね、約束通り10個あげるわ。やった。はい、オーラの結晶。ネル様、ちょっといいかしら。どうしたかしこまって、同じ、ミガドルエデン、の従属、気を楽にしていいぞ。そうだね。それでね、さっき見たやつとは全然サイズが違うんだけど。ああ、だいたい1個200オーラくらいの結晶かな。待って、さっきと話が違うよ。違わないさ、私は最初から1000オーラで契約してとしか言ってないだろう。でもさっき10万オーラ分の結晶を。ああ、ただ見せびらかしただけだ。ダメだよ、それ。何を言っている、私は嘘を何一つ言ってないだろう。ちゃんと200オーラ分の結晶を10個、2000オーラ。ほら、お釣りが出ただろ。ネル、性格悪すぎだろ。まあ、あのミエルって天使も人の話をちゃんと聞いてないそそっかしいところがあるし、大丈夫かな、これ。カカシと友達の主様、契約は完了したぞ。このミエルから能力の詳細を聞くのだ。不倫すぎる。はぁ、あ、私、レイアポストール、の序列4位なのに。ミガドルエデン、でもかなり上の地位なのに。それをたったの2000オーラで。そこら辺の下級天使の方がまだ高いくらいだよ。はぁ、あ、私、安い女になっちゃったわねー。気まずすぎるんですけど。ほら、安い女、主様が待っているんだから早く説明してやれ。追い打ちかけるな、このドS女。はぁ、あ、私の能力は、極限の慈悲。傷の完全医療はもちろん、特性の付与、障害の完全排除ができることかな。ちなみに普通のオーラ値も完全治療できるし、医療、なら基本何でもできると思っておいて。わかった、ありがとう。見える、まだ説明してないことあるだろう。その程度なら、慈悲、系統の下級天使でもできる。あなたは私から何もかも奪っていくのね。契約だからな、出し惜しみされてはこっちが損をする。私の方はかなりの大損なんだけどね。わかったよ、ちゃんと説明するよ。不倫すぎる、せめて俺だけでも優しくしてあげよう。私は、ミガドルエデン、で唯一医療の効果を具現化することができる天使なんです。医療の効果を具現化。主様みたいに医療系能力が絶望的に下手な人でも具現化したものを食べれば回復できるってことだよ。下手で悪かったな。それでこれがその薬なんだけど。わあすごい、かなりキラキラしてるね。さすがはミエル、現世で売れば一粒で1億以上で売れるな。一粒1億。当然だろう、傷、体力、オーラ、病気が即全開になるんだ。不治の病だろうが一瞬で治る、むしろ1億でも安いくらいだな。死者蘇生までのものになると、ヘブンズハート、のルラしか扱えないから、私ができるのはこれくらいまでだけど。ちなみにそれってどれくらいの頻度で作れるの？1日4個が限界かな。しかも期限が作ってから24時間のタイプならの話ね。
永久保存タイプは1日1個、もしくは帝オーラ1オーラに1個かな。つまり1日4回までなら全回復できると。しかもミイエル自身も回復ができる。大会までの主要はミイエルをアシストにして行う。大会は確か召喚系能力、医療アイテムは禁止だったはずだから大会では役立たずだけどね。うわぁ、露骨に怒ってるなぁ。ほら、無頓着でグレイな主様、ミイエルとの契約は完了した。現実に帰って一度召喚をしてみようではないか。無頓着でグレイなのはお前だよ。ミイエルさん、お怒りのところすいませんが、何卒よろしくお願いいたします。ちゃんと後で払ってもらうからね。ああ、わかってる。それじゃあよろしく頼む。待ってるから。嫌われたな、哀れな主様よ。誰のせいだ、誰の。結構強引にことを進めましたね、ネル。もう、何、次から次へと、もうこれ以上出てこられても覚えられないよ、バカなめんな。おやおや、帝王様もご立腹のご様子、少々気を落ち着かせてはどうかしら。なんだ、この子、桁外れだ。わざわざこの世界の大物が何の用だ。レイナシオン、序列1位、精霊王にいる。帝王様がこの世界に来られたのに従属である私がご挨拶をしないのは失礼というものではありませんか。それよりネル、随分悪質な方法で天使と契約させたみたいですね。見ていたか、さすがは、世界、を司る精霊王。お褒めいただき光栄です。だが見ていたらわかると思うが、契約内容には不正はない。そうですね、あれはミイエルの早とちりが招いた結果、だから今回の件に関しては何も言いません。ですが、今後同じやり方を行うのであれば私たち、ミガドルエデン、の秩序を守る精霊、レイナシオン、が黙っていませんよ。おう、怖い怖い、それは次からは気をつけなければならんな。はい、ネルにはそれだけです。レイナシオン。はい、帝王様が神羅万象支配を極める際には必ず私たちが必要となります。精霊たちの強さはレベル1から10まで存在し、おのおのには個別の能力があります。倒せば、帝オーラの質が上がり、倒した精霊と契約し、精霊が所持していた能力と能力に関する知識を得ることができます。そうなのか。はい、私は、ミガドルエデン、内であればいつでも帝王様に着きますので、一人で来られた際は私をお呼びください。わかったよ。また精霊と戦うと決めた時に来るよ。お待ちしております、帝王様。それでは本日のお疲れをどうかしっかりとお癒しください。はぁ、疲れた。本当に疲れた。だらしないぞ、主様。と言いたいが私もミイルのせいで疲労感がある。お疲れ様、パト、ネルネル。結構前から神羅万象支配を抑えてたのにまた使い出したんだ。まあね、大会では使えないからとりあえず別の作戦で大会に挑もうってね。それにしてもネル、あのミイルって子はどれくらい強いの？そうだな、認めたくはないが、ミガドルエデン内ではおそらく一番強い。え、ネルよりも強いの？私たちは主様の可能性の究極体。いわば何かに特化した存在。だがミイルはミガドルエデンそのもの、彼女はミガドルエデンであり、彼女を倒せばミガドルエデンを支配したも同然なのだよ。なんかすごいね。つまり、ミガドルエデン、では彼女は絶対的存在、私の力など足元にも及ばん。マジか。まあ、それも、ミガドルエデン、内の話、外に出れば大したことはない。だから総合的地位的には、ヘブンズハート、の方が上なんだ。つまり、ミガドルエデン、を完全に習得するにはミイルを倒さないといけないってことか。そういえばネルネル、私たちもパトの、ミガドルエデン、に入ることってできるの。可能だ、何せ専属神であるソフィアたちは立派な、ご皇帝連合、の一員、入れない方がおかしい。主様を通じておそらく入ることが可能だろう、いつか試してみるといい。ソフィア、お風呂がまだなら一緒に入らない？久しぶりに、ミガドル相馬、とも交流したいからね。主の魂、を持つソフィアはかなり私としても興味深い、ぜひ感触を聞きたかったのだ。いいよいいよ、なら一緒に入ろう、パトも一緒に入る。入りません、二人でゆっくりお風呂で話してきなさい。ヘタレでテレアな主様よ、何を恥ずかしがっている、私とソフィアは主様の従属、堂々とすればよいではないか。そうだよ、まったく。君たちは良くても俺はダメなの、ほら、言った言った。へえ、つまんないの。では主様よ、先にお風呂をいただくぞ。ああ、ゆっくりしててくれ。はあ、今日は疲れた。今日はあまりにもいろいろありすぎた。シアーネと戦って、コトカが専属神になって、ネルが干渉してきて、明日以降の特訓のために、ミガドルエデン、に向かって、ミイエルと契約して。あ、そういえば現実に帰ってきたらミイエルを一度召喚するって言ってたんだった。どうやって召喚するんだろう。とりあえずそれっぽいこと言っておけばいいか。レイアポストール、ミイエル、召喚。いやはや、
いやー、まさか全身にもお風呂に入るという概念があるとは思わなかった。いやー、まさか全裸の天使が机の上で座っている絵図を見るなんて、地球上で俺しかいないんじゃね。とりあえず、服着なよ。大丈夫、お兄さんは天井のシミ数えてるから。アルジ様のエッチー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。